皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢だよ。皆様こんにちは、そしてこんばんは。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、擬態と進化論だって。主に、昆虫の擬態についての紹介になるかな。確か、前も擬態について扱ったことがあったよね。進化論の何が問題か、にかな。鳥でもついばめないカタゾウムシ各種に、同種のカミキリムシそれぞれが擬態している例だったね。カタゾウムシを食べようとして諦めた鳥は、似た模様の昆虫を避ける学習をするそうな。まあ、先にカミキリを何回か食べてしまったら無効だよね。そしたら逆に、ゾウムシが襲われ、触覚がもげたり触層から引き剥がされたり、いい迷惑だよね。カミキリを匂いで探索する寄生バチとか、小さなアリとか、天敵四条菌とかにも無効だろうね。つまりカタゾウムシを何回か食べようとした鳥が、この進化の導き手になるんだね。それ本当なの？学習した鳥最強説を唱えたくなるよ。擬態を知るにつけ、そういう不完全燃焼感は起こるよな。わかった。今回もそういったやるせない回なのね。擬態といっても、環境に紛れる形のカモフラージュと、有毒生物などの真似をするタイプとがある。本来の擬態は後者を指すんだね。あ、ウォーレスさん。私の友人のベイツが擬態と命名したのは、特徴に擬態している無毒の蝶の例でした。無毒の蝶が有毒の蝶に成功に擬態している例はかなり多い。この場合、左のカバシタアゲハが無毒で、真似している方ね。私も、長崎アゲハがベニモンアゲハに擬態しているのを報告したね。アフリカのオスジロアゲハは、もっと刺激的な擬態をしている。あ、オスが白くない？そこに刺激されないで。上の青い枠は、産地がそれぞれ別々の、真似される方の蝶だね。そして、下の赤い枠はすべてオスジロアゲハのメス。二度見したよ。すごいのぜ。この話題だけで、ご飯3杯はいけるね。いけるか。メスは各地域のモデル種を、見事に真似しているのね。自然選択ってすごいでしょう。またまた、ウォーレスさん、嫌だな。私はダーウィン氏以上に、自然選択の力を重要視していたからね。ただ、晩年、モルフォ蝶のような美しい生物の色彩は、自然の目には見えない力を指揮した統率者と、至高な精神の実在とを示しているという思想に行き着いたよ。ここ大事ね。名は昆虫博物館には、ウォーレスさんの名を冠した昆虫がいたね。いいからいいから。話を擬態に戻すけど、ベイツ型とは違って、環境にカモフラージュする隠蔽型の擬態があったのぜ。こちらも目を見張る例が多いよね。この葉に擬態した蝶やが、バッタやカマキリは多いよね。カマキリのように獲物を襲う事例を、ベッカム型擬態とも言う。蘭の花に擬態している花カマキリの仲間には、蘭の匂い成分まで真似しているものもいるらしい。食べられる方はたまったものじゃないね。擬態は、視覚だけでなく、化学物質や行動など様々な生物のコミュニケーション手段に現れる。別種のホタルの発光パターンを真似して誘引し、惹かれてきたホタルを食べてしまうホタルもいるね。ウォーレスさん、これらも自然選択のなせる技？もちろん。また隠蔽型擬態に戻るけど、ガルイの幼虫だね。食草のヨモギの花にそっくりだね。ここまで似せていても大繁殖しているわけでもないし、こんな似せていないがも生存しているし。こちらは木の芽の成長ステージに合わせて、擬態を合わせていくがの幼虫だね。冬と春と姿勢まで変えて大変ね。やっぱり鳥の芽を騙しているのかな？ウォーレスさん、これらも自然選択のなせる技？むむ。まあ、私は先ほども言ったように、霊妙なる作り手の存在も信じていたからね。自然選択、淘汰、はともかく、偶然に変化が起こったというあたり再考する余地があるんじゃないかな。ちょーと待った。あれ、ダーウィンさん来てしまいましたねー。偶然を自然選択で目的ある形に調達するところが、私たちの進化論の意味だったのでは。あ、サルオガセギスだって、ガンムシ。地類に擬態している生物は多いのぜ。地類、擬態、で検索すると、昆虫以外にも、クモとかカエルとか出てくるね。ダーウィンさん、これらも自然選択のなせる技？どんな生物を見せられたって、それは偶然プラス自然選択で説明がついてしまうんや。ねえ、ウォーレスさん。私は晩年、人類の進化、それから鳥や昆虫の色彩に関して、自然選択以外の進化説を唱えたんだ。生物の世界に、空食われるの食物網の関係性がある限り、空間演技、自然淘汰の古いはあるでしょうね。生態学の成果だよね。でも、偶然変わった、たまたまそういう変化が起きたという一点張りは、唯物論の足場にしかならないのでは。まあ、あなたとは意見が合わないところはあったけど。地球の歴史の中で生物が変化してきたことを、キリスト教的世界観の根付いた地域で説いた点は、共通していたのではないですかね。でもそれは、古代ギリシャや仏教の諸行無常の思想が、生物普遍説より勝っていただけかもしれないね。時間演技の方が真理だったんだね。私も、偶然論だけでなく、生物がよく用いる器官が発達するといった説も取り入れていたんやけどね。なんていう説だっけ？ソララマルクの養父養説やないかい。一歩譲ってくれたダーウィンさんには悪いのですが、でも、このハムシの葉脈や病根まで似せていたり、
鼻カマキリの口からランに似た揮発物質を出したりするのは。そりゃ、妖不妖説じゃないなぁ。違うやないかい。いまいちモノマネになってないなぁ。擬態の回なのにね。ここの視聴者はこんな茶番のクオリティ求めてないんや。ウォーレスさんは、生物史のどこかで、生物は周りの環境に紛れるという戦術を採用したということでないだろうか。精神の世界は、波長の世界でもあり、何か幽体が周波数的なものを合わせるといった、スピリチュアルな説明の方がしっくりくるんですけどね。話が飛躍していると感じた方は、ぜひ、ウォーレスの進化論、統合版を見てね。そういう変化の要因はあっても、最終的には、自然と歌は働いていると思いますよ。話題が擬態ではないんだけど、カメムシの仲間には腸内細菌の入ったカプセルを、親が子供に渡すために、卵の近くに置いておくものがいる。そのカプセルを除いて幼虫が吸えないようにすると、次世代の大半は繁殖前に死んでしまうんだ。親思う、心に勝る親心。今日の訪れなんと聞くらん。え、意外。ちなみに、この吉田松陰の時世の歌が読まれたのは、種の起源、発刊の約1ヶ月前のこと、豆知識まで。で、ここで進行は、さっきのカメムシの強制細菌カプセルの話題に戻る。すみません、こういったカプセルの製造、卵のそばに置いておくこと、孵化幼虫がそれを吸うことなど、どういう偶然が働いたのだろう。ウォーレスさん、これは愛だと思う。親心か。ちょーっと待った。ああ、ハクスリーさん、こんな終盤に。ダーウィンさん、何が親心かですか、しっかりしてください。偶然、それでいかないと、いつでも目的論が復活してきてしまいますよ。兄。あ、ちょ、ダーウィンさん。溶接されたご長女ね。人間の魂が永遠であることが、慰めになるというのに。こら、進化論はどうなった、擬態の話はどうなった、自然選択説の栄光をやらせはせん、この俺がいる限り、やらせはせんぞ。あれ、ハクスリーさん、進化論の自然選択の部分は、受け入れていなかったんでしたよね。あれ、今回は引き上げるけど、動画の尺のおかげだということを忘れるな。ま、負け惜しみを。では、そろそろ私も失礼いたします。ありがとうございました。なぜ、精緻な擬態が現れるのか、もう少し哲学的な準備も整えて、またお送りしたいと思います。生物擬態の進化における違和感は、結構完成から来るものはあると思うのぜ。こういう生物の存在を、何も見本も見ないで、目をつむり絵を描いて、高く売れた方の絵を残していってだね。そんな方法を何千回、何万回と繰り返すと、モナリザそっくりの絵が描けていましたって。ダビンチ、そんな人の絵があったのですか。やっぱり信じられないよね。まあ、自然の聖地という言葉を使うとしたら、自然の精神の聖地ということまで、言っても良いと思うのだけどね。はい、では、今回も最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。